はい。ここを本日のキャンプ地とします。レンタカー屋で原付借りました。で、うろっとして、うん、まあ良さげでしょうということです。はい。そんなこんなで今日も家ができました。今10時半。まあいいペースだね。ということで、アドリアンゾー八丈島一周ツアーを開催いたします。行くぞー。キャンプ場からもう半分くらい回っちゃいました。ナンバラー洗浄時期見ていこうと思います。意外とね、寒くて歩いてると全然大丈夫。止まってれば風がね、体力を持ってきます。冷えて固まった。うわ、すげえ、うねうねしてる。溶岩、なんか寂しいな、雰囲気が。せっかくなんで写真でも撮っていきます。1時間ぐらいあれば島一周できるそうなんで、まあ、50分ぐらいで島一周終わりそうです。ここなんかすっげえおしゃれな作り。なんか看板にここは昔金持ちがいっぱい住んでたエリアやでって。で、風とかが強いからこういうのを積んで上に木植えて暴風うんぬんかんぬんにしとるんやでって書いてあった。流れ人が全部手積みたらしいですよ。すごいね。いいね。いや、まだ抜けてこなかったんだけど、こう弓道がねあって、特に何の通行止めの印もなかったから、ちょっとあそこからこうゆるって U ターンしたら、あー、ここに弓道があったんだなと。いや、面白いね。この弓道脇にはそこにバス停みたいなことが書いてあったんで、この辺にバスが止まるそこの待機所だったんでしょうね。きっとこれ公衆電話があったんじゃないのかなとか。いや、妄想が膨らみますね。でね、やっぱ景色がいいんですわ。圧巻ですよ、圧巻。うわー、せっかくなんで写真撮っとこう。人捨て穴だよな。怖いけど気になるんで行ってみようと思います。怖い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 。別に僕は、ね、霊感とかがあるわけじゃないんですけど、何なんだろう。ここはすごく雰囲気が重い。あの観光地とかだとさ、この地にはこういう背景がああだこうだとかっていう看板とかがあって、おお、なるほどねってなるんだけど、その看板もないから。しかも人捨てる山でしょ。いやー、露骨すぎてそれ以外に考えられないんだよな。大阪随道のすぐ脇にここが昔は砲台跡だったと。すごい水が湧いてる音がする。怖いので行きませんが、立ち入り禁止のとかあるわけじゃないので、物好きな方は面白いんじゃないのかなと。こちら半蔵隊長、砂丘があるとの情報を目にしたのでひたすら歩いております。途中までアスファルトだったんですけど、今はこうです。一人で心細いです。多分合ってると思うんですけど、リップクリームが落ちてる。人の痕跡はあるな。おお、おー、なかなかに。これは、はい、3、2、1、バーン。おお、絶景じゃん。うわ、これなんか富士山の下山する時を彷彿とさせる。足を取られる。
あれですね。うわ、怖い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 。すごいな、自然の猛威って感じ。ガードレールだったものが落ちてるんですよね。帰り道っていうのがね、本当に怖いんですわ。次の目的地でございます。浦見ヶ滝温泉ではございません。ここはね、水着がないと入れない温泉だからね。なんで、こちらですね、浦見ヶ滝、滝の裏側を通れるらしいよっていうところです。これ階段っぽい。ダメ、怖い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 。あ、行き過ぎた。あ、怖い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 。あー、天保十何年、すごい残ってるんだ。石宮、石宮。ああ、景色が、いいね。でもこの急勾配だよ。怖い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 。足の置き場でね。下向いて下ってくはもう無理だね。出てまいりましたね。あ、かわいい。すごいすごいすごい。どやさ。ああ。これバチバチ濡れるぜ。さあ、そそくさと帰りますよ。いやー、どうやどうよ。ネイチャー。次は名護の展望台。すげえ。うお。うらさあ。ああ、すげえすげえ。聞こえるのが。風の音、海の音。あ、今車通った。今回言葉にならない率高いです、私。島最高だな、島いいぞ島。あー、太陽アドリア半島です。うわなあ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 、すごい。あー、これはもう、なーに、落書き OK なのね。2000から来た。くそ、書きずれ。えい、できた。僕が入りたかった温泉とはこちら、ボラワザワ温泉。こちら、無料の温泉でございます。いや、最高のお湯であった。38、40いかないくらいの温度なんで、もう気づいたら4時です。最高だった。ということで、私は登尾峠を温泉出て一生懸命登っております。非常に寒いです。天気が良ければあの辺に三宅島とか見えるはずなんだ。あ、見えるわ見えるわ見える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 。いや、こうやって見るとなんかすげえ面白いな。あそこが空港だね。空港があって真ん中バーンっていろいろ密集してて、何もないゾーン何もないゾーンに分かれてるみたいな、そんな感じで面白いですね。もう眠たいです。晩ご飯をどうするのかっていうのはまだ何も考えてないんですけども、ちょっとその辺もぼちぼち考えながらやっていこうと思います。いや、遊びすぎた。もう時刻が6時10分ですね。薪はゲットしました。落ちてました、いっぱい。かわいいこいつら。こんにちは、こんにちは。こいつらは今日は綺麗に傘が開いてるから、今日こそは着火剤になってくれるはずです。こんにちは。行くぜ行くぜ行くぜ。おお、つくつくつく。本当だ、本当に松ぼっくりって燃えるね。あい、つけよ、頼むよ。
こんなこともあろうかと私はね、もう逃げ道用意してるんですよ。はい、固形燃料。あー失敗した。絶対そこじゃない、そこじゃないよ。これ着火剤なくなったらもうやべえっすよ僕。まあまあまあ、お燃え移ってきた。準備できました。やっぱ火があるとあったかいね。はい、島寿司700円の3割引き、バッテラー300円の3割引き、チキンタツタ揚げの480円3割引き、フライドチキン120円の3割引き、本物のビール、あ、かっこ米、アトリエ半蔵は発泡酒のことを本物のビールと呼ぶことで、本物のビールは偽物のビールと呼ぶことで、いただきます。うん、うめえ、うめえ漬け。あ、今日も一日頑張った。さあ、いただきますよ。うん、うん、匂いがすごいね。あ、でも飲みやすい。あ、これ効くな。いや、俺は氷入れてロックにしてな。ということで、青チューは美味しい、イエイ。はい、もうこれ飲んで、もうつまむものもなくなったら、そそそと寝る準備します。